1回2回3回目になるかな。1回目はスマホのナビで全然違うところに連れて行かれましてね、どこやったかな、全然反対側やったな、ずーっと奥の方やった。続いて左方向です。いや着いたよ、着いたんだけど左方向って言ってるやろ、でもどうもおかしいんだよこのナビさんは。これでいいはずだけどね、あの向こうのね500メートル向こうまで行ってね、たどり着かんとおろろしとったんだけどね。なかなかいいね、この辺も古墳あんねやろね、見るからに古墳でございます。目的地に到着しました、お疲れ様でした。はいはい、あなたはね前回来たんだけど全然違うとこ連れて行ったやろね。到着しましたが、一辺は24メーター、高さ5メーター、墳丁は少し平坦になっている。内部構造が原室長さ 6.3 メーター、幅 2.3 メーター、高さ 2.2 メーターしかない、2.3 メーターしかないんかい。船道 6.3 メーター、幅 1.65 メーターを計測する。加工が2.5メーター。ちょっと小ぶりなんか。はい、じゃあ行ってみましょう。ここもなんか明かりなかったかな。ほんで入ったんやけど。これね、上がりにくいな、滑るな。右にカメラ、左にライトでは、どうして上がったらいいんだ、これ。よいしょ。滑りまんな。よいしょ。はい、ここや。これね、匂いあるんやけどね、これがね、なんで入れなかったというと、ここね、あの辺は入ったんやね、ちょっとだけね。結構大きいやね。あ、下なんだあれは。シートなんか引っ張ってあるのかね。これをね出るときに、あれはコウモリやね。コウモリが出てきたんだ。びっくりしたんやな。これ1メーターちょっと、1メーターないか。1メーターないね。おお、結構大きいね。よう気にして使ってくれてるね。ということはこれ埋まってんのかな。これもう一段可能性あるか。ちょっと中入ったら分からんな、あるかどうかしら。大きな石使ってくれてるから、ほら、あら、なんだあれは。これは何ですか。これはシートかね。あ、だだ、いや、高いぞ、思ったよりも。2メーター以上ありますね。石段、これちょっと埋まってんね。おそらくこれ1メーターぐらい埋まってるかもしれんな。あるいは、あの石があの半分埋まってるとすると、おそらく、今これ2メーター、何番です。4メーターぐらいあるかもしれんな、ひょっとするとこれ。掘ってみると。わからんけど。知らんけど。おお、なるほど。これ石は2枚やね、天井石は。天井石は2枚でございます。天井石は2枚でね。これはね、ずいぶんね、土砂が流れ込んでますね。思ったよりものすごく大きかったんでございます。あれ、入った時はね、ちょろっとそこまで入っただけど、真っ黒で。失われました。はいはい、分かりましたよ。もう入ってますって。なかなか素晴らしい石油でございます。これはねちょっと埋まってますね。イメージ的にどうやろう、これが半分ぐらい埋まってる感じだからね。だからもうちょっとね天井高いかもしれないね、これ。そんな風に思いましたけど、どうなんですかね。これもだからいい、60センチ70センチ埋まっとるかな。ちょっとだけね、入り口が高さがないんだわ。あら、あいつだ。高さがないからね、かがんでやっと入れる感じは。かがんでやっと入れるんだけど。
両手でね。これを着たかったんやって。今日ね、ちょっとね、とっとつごが、ね、こうしたんだけど。これ、これでよかったね。はい、ありがとうございます。いやー、素晴らしい幸運のスキルでございました。ねえ、素晴らしいですわ。ちょっと雰囲気を見てみようか、雰囲気を。雰囲気分からへんかね。こっちもなんか古墳のね、形状してんだけどね。一番先がゾーって言って、あの辺にね。そっちがいいんかね、この、そっちは。そっちはここじゃないかね。この次は古墳ロードでございますからね。ずーっと古墳いっぱいありますから。これや。ええ風やな。これ見るとね、芝塚古墳のあの前方後円墳のあの頂上部分がね、あんまりに平たすぎてね、ちょっと疑問符を持つんやけど。見事に足引っかかったね。あ、足引っかかった。こんにちは、上がれますか。こっちから上がれないか。はい、どうぞ。あら、穴が開いてるわ。上、どういうことでございますか。これは穴掘りましたか。だいぶ高いんだけどね。円墳、円墳でございます。よーすげるわ。はい、行こう。あら、行かれませんか。残念でございました。バックしましょうか。あれにもね、なんかね、なんかあの辺も怪しいぞ。倒木では倒木。どっから落ちてこれ倒木。どっから、どこに根はあるんですか、これ倒木は。こっちかね、あれかね。これか。日本も来て、大きい木をね。やっぱ滑る滑る。上で木が根張ってるからね。あの真ん中辺がちょうどくぼんでるからね。この辺まで来てからやったな。こう漏れ出てきたのは。もっと下がってくらいやったか。この辺やったか。ひゃー出てきたんだって。思ったよりも大きい石碑でございました。いやー。はい、ありがとうございました。秋野の南古墳でございました。滑る滑る、バンバン滑る。こうやって見るとやっぱ大きい石がね、乗ってますよね。すごい石でございます。
ちょっともう一回見てみようか。船頭は何メートルあるのかね。船頭は書いてないかね。原因室は 6.3 メートル、船頭もかなりあるからね。十何メートルあるか。しかも船頭部は巨石の異端積みになってるのは二段じゃなくて、これじゃあ奥の原因室の一段かね。なんかあれです、待ってるような感じじゃないんだけどね。はいはい、そういう書いてあるけど間違いないんでしょ、ね、はい、行きましょう。はい、ありがとうございました。萩戸の南古墳でございました。もうこんな暗くなるかね。まだ4時になってないのに。